はい、おはようございます。休みずでございます。今日はちょっとね、 DJI のジンバルを使ってね、撮影撮っていきたいと思います。はい、ジンバルの方はですね、オズモアクション4ですね。オズモモバイル4かな、ですので今の現行は6だと思うんですけどね、2世代前のね、ちょっとねジンバルになります。はい、それでオズモモバイルのね一番いいのがね、ここ今ペタンと貼ってますでしょ、これがねついてるんですね。でこれ何かって言いますね、磁石で分かります、はい、これで装着完了なんですよ。これがねオズモモバイルのすごく利点ですね。はい、それでもちろんですね、オズモモバイルにもねこういう、挟めるタイプのもねもちろん付属しています。これもね同じく磁力でくっつけるだけなんですね。まあ簡単に言いますと、これをただペタンと、はい、これでね通常の、まあ、スマホをね挟めるというね使い方ができます。はい、それでねジンバルいじる前に必ずやってほしいことがありまして、それがですね、キャリブレーションってやつなんですね。それはね設定から、まあ、ここのねクリックしまして、ジンバル自動キャリブレーションってありますので、これでね、水平ね取ることができますね。でやりますね。でこれはしっかりとしたね床面でやらないと正確にね水平が出ませんので、そこはねちょっと注意してねやっていただきたいと思います。はい、でなんかねこういう動きをして自動的にねキャリブレーションやってくれますので、だから面白いですよねこの動き見てるとね。時間にすると、はい、これでね、終了になりましたね。はい、今ねこれがパンフォローモードで撮ってます。であえてね、カメラの手ブレ補正はオフにしてますね。はい、なのでジンバルのこれね実力です。どうでしょうか、ブレとか微妙なねブレですね、なんかどうでしょうかね、これがこのジンバルのね実力でございます。はい、同じくパンフォローモードで撮ってますけど、今度はね、ブラックマジックカメラの一番ですね、手ブレ補正が効くモードで撮ってます。どうでしょうか、手ブレ補正とね、ジンバルの、まあ、カメラのね手ブレ補正とジンバルの、まあ、手ブレ補正といいますか、両方使ってますけどね、相性の方はいかがでございましょうか。はい、今日はね何やらねイベントがやってるんですね。はい、どうですかね、動き滑らかでしょうか。意外とねですよね、こう例えば急に今止めてるんですけど、じわーっとこう止まるんで、非常にやっぱりねこの辺 DJI さんうまいですよね。まあこの辺もスポーツモードとかいろいろ設定はできるんですけど、このなんていうのかな、こうビタッて止まらないでね、こういうじわっとこう止まってくれるっていうのはね、作品作りにはありがたいですよね。はい、今77ミリ側で撮ってるんですけど、今日なんかねイベントあるんですね。すみっこ暮らし展っていうんですか、が開催されてるみたいで、なんか朝から人がずっとこんな状態でね、並んでますね。なんですかね、ちょっと僕も詳しくわからないんですけど、結構ね人が並んでます。はい、またねここ地上に今今日人がたくさんいてね撮りづらいんですけどね、今ロックモード、こういうとこはねロックモードかけて撮ると割とね安定して撮ります。ちょっと今階段を見てますんでね。はい、今度はね逆側から撮りますね。こういうカーブの時はねロックを外してパンフォローモードに戻し
またまっすぐなところになってロックをかけるっていうようなね、使い方で取ると割とこううまくね、取れると思います。不思議かと思われますけど、こうやって走った方がね映像安定するんですよ。非常に安定すると思いますね。はい、どうだったでしょうか。はい、本当綺麗ですよね。増加だと思いますけどね。はい、今日はですね、ND フィルターとかはねこのジンバルにはやっぱりつけられないんですよ。というのはやっぱりペイロードがね、要するにスマホが重すぎちゃうと途中でね、止まっちゃったりですね、ガクガクこう微振動が出たりするんで、このねオズモモバイル4はね、本当に、まあ、スマホケースつけたぐらいでないとね、14 Pro Max の場合はですよ、使えないっていうのがねジンバルになります。はい、ツリーのね煽り撮りするときはまずここロックモードですね。ロックモードからトリガーボタンを離す、でパンフォローモードにして、カメラを上にこう向けていきます。いや人が多いんでねちょっと撮りづらいね。今日はちょっと土曜日の日にね来たのが大間違いでしたね。今日土曜だと思わなかったんですよね。まあ大体ねこんな感じで撮ると、まあ旋回撮り風なものがね撮れますよね。はい、下からの上の煽りはねゆっくり上げて最後も惰性で止める感じですね。はい、まあ旋回撮りなんですけど、僕はねこれ邪道なんですけど、パンフォローモードのまんまでね撮っちゃいますね。微妙にやっぱり高さもね調整しながら撮りたいので、まあ下手くそだっていう証拠だと思うんですけど、僕はパンフォローモードでねパッと一気にね撮っちゃいますね。はい、横にスライドの場合はもうこれはロックモードですね。ロックモードに完全にしちゃって、あとはただ横に歩くだけですね。はい、どうでしょうか。はい、ジャンボクリスマスツリー撮る方ね、ここの階段を利用するとねちょっと面白い映像撮れますよ。はい、上にね来ましたけどね、この階段を降りながらジンバルをこっちに向けてそのまんま降りていきます。そうするとね面白い映像撮れます。はい、じゃあ階段降りますよ。これもロックモードにしてます。はい、そうするとね、なんていうのかな、わかりますよね、こういう映像が撮れます。結構面白いでしょう。はい、今ね2階からね77ミリの望遠側を使ってね、下からこうなんていうんですか、煽って上に撮るとね結構ツリーの巨大さがね表現できるといいますか、こんなね映像撮れちゃったりします。はい、今77ミリですけれども、これをゆったりとした動きでね、ツリーをこう動かす撮るっていうのはすごい難しいんですよね。これはねもう一定に歩かないとダメですね。いやなかなか難しいですよこれ。はい、いたくさん。はい、これも77ミリが使ってね横スライドですけどね、こうゆったりとしたこのね望遠を使うと横の動きが表現できるんですけど、これもね上下動がどうしてもね反映されやすいんでね、慎重にこう動かさないと難しいんですけどね。どうでしょうか。はい、今度は同じ場所から13ミリでね横スライドを取ります。13ミリの場合はね結構スピード感が
まあ、ちょっと遠いんでね、なかなか出ないかもしれないですけど、割とこう移動感が出ると思いますね。はい、一応ねローアングルモードでもね撮影することができます。はい、インバートモードっていうんですか。はい、ではねちょっとねインバートモードでね撮ってみますね。はい、いかがだったでしょうか。今日はね札幌ファクトリー来ちゃダメな土曜日の日に来てしまいましたんで、この辺で切り上げたいと思います。オズモモバイル4ね、2世代前のちょっとジンバルだったんですけど、参考になりましたでしょうか。どなたかの参考になればと思って撮ったつもりなんですけれども、どうだったでしょうか。はい、それではまたねお会いしましょう。さようなら。おー、にぎやかだね。